大分市の新鮮市場半田店に登場したのは、台湾産のパイナップル三つ編み。台湾の嘉義県で育てられた三つ編みは、芯まで食べられるほど柔らかく、糖度13度の甘みが特徴です。今日、嘉義県の知事も訪れてイベントが開かれ、訪れた人に試食のパイナップルを配り、美味しさを PR しました。非常好吃、希望大家赶快购买。那一定不会让大家失望。它的口感绝对是大家喜欢的，不管是酸跟甜都配合的刚刚好。大家赶快来购买哦。三つ編みは県内の丸宮ストアと新鮮市場合わせて40店舗で今日から販売されます。